どうもコブルです。今回はエイリアンファイヤーチームエリートについての紹介です内容としてはクラスのパークについてですガンナーのパークについて分かっている、まあ、情報として紹介しますガンナーの CQW トレーニング CQW の安定性とマガジン容量が15%増加サイズに関しては 2×2 ガンナーのライフルトレーニング、ライフルのリロード速度と射程距離が15%増加、サイズが 2×2。ガンナーのライフルエキスパート、オートライフルの発射速度と安定性が15%向上、サイズが 1×2。 ガンナーの CQW エキスパート CQW のリロード速度と ADS 移動速度15%増加サイズが 1×2 テクニシャンのパークについてテクニシャンの CQW トレーニング CQW の安定性とマガジン容量が15%増加サイズが 2×2 テクニシャンのハンドガントレーニング 命中率と死死率が15%増加サイズが 2×2 エイリアンファイアーチームエリートのクラスガンナーテクニシャンのパークの一部についての紹介でしたエイリアンファイアーチームエリートについて情報があり次第動画を上げていきたいと思いますこの動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かりますそれではまた